No, 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 no. こんにちは、こんばんは、おはようございます。支援です。よろしくお願いします。本日は What's in my bag? カバンの中身は何だろうなをやっていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではどうぞ支援チャンネル。まずは私がいつも使っているカバンを紹介したいと思います。こちらはドクターマーチンのカバンになります。まるで学校に持っていくスクールバッグのような見た目になりますが、こちらのバッグは7インチと11インチの大きさがあるんですけれども、私は11インチを使っております。ちっちゃいカバンを使いたいと思っていても、なんだかんだ荷物が多い私、そんな私にぴったりのカバンです。さ、早速カバンの中身を見ていきましょう。一つ目は、そう、そこのあなた、見えてますよ、画面越しのあなた。そう、つまり iPhone です。インスタでよく聞かれるんですけど、私は iPhone 撮影、iPhone 編集で行っております。そしてこちらのちっちゃいサンキューマートで買った光のやつと、外撮影でもお家で撮影する時も DJI を使って撮影しています。DJI も入っちゃうんです、このカバン、すごいでしょう。さ、続いて2つ目はこちら、パーン、お財布です。こちらのお財布はフルラのお財布なんですけど、とっても使いやすくて気に入っています。もともとは長財布を使ってたんですけど、ちょっと大きいなって思ってて、2つ折りだと小さすぎるしどうしようかなって考えてたところに、こちらの3つ折りのお財布に出会って愛用しています。続いて3つ目はこちら、ドゥーン、ハンカチです。こちらのハンカチはフランフランで購入したんですけど、猫ちゃんがとっても可愛いハンカチです。最近はハンカチ必須のご時世なので、ぜひ皆さんもフランフランに行って可愛いハンカチをゲットしてみてください。ハンカチ動画も出しているので、よければそっちもチェックしてみてね。さ、続きまして4つ目、4つ目はこちらになります。じゃーん、ウェットティッシュ。こちらも最近必須のアイテムですね。このくまモンのウェットティッシュはセリアで買いました。皆さんも近くのセリアでくまモンウェットティッシュ買ってみてね。続いて5個目はボールペンです。何かあった時用にボールペンを1本入れてるんですけれども、なぜかこのボールペン東京ユニバーシティって書いてあって、なんで私持ってんだろうって感じなんですけれども、まあ気にせず使っていきます。はい、続いて6個目、6個目は何かな、パン、除菌スプレー。このスプレーは手にシュシュってやるのもいいし、マスクにシュシュっとやったらミントの香りがしてすごいいい匂いだよということでママにもらいました。ウェットティッシュがなくなっちゃった時とかにも使えるから便利です。続いてはアンパンマンではなくティッシュです。こちらのティッシュは日本のティッシュではなくて海外のお土産でいただきました。日本のティッシュはどちらかといえば柔らかい感じなんですけど、海外のティッシュって結構しっかりした感じのティッシュです。そしてなんといっても1枚がめちゃめちゃ大きいんだよね。とっても大きいです。さ、続いて8個目、8個目はこちら、お腹が空いた時の食べっ子動物ではなく、こちらはメイクポーチです。遊びに行った時に偶然ガチャガチャで見つけたんですけど、見つけた瞬間可愛すぎって思ってすぐさまゲットしました。メイクポーチの中にはリップを入れてたり、あとは鏡を入れたり櫛を入れたりしてます。続いて9個目、夢ぐり気分。こちらも入浴剤じゃなくてガチャガチャでゲットしました。この夢ぐり気分ポーチの中には鍵を入れてます。続いて10個目、パン、充電器。この充電器はどこで買ったか忘れちゃったんですけど、
なんと価格が1000円で売ってて、まあ1000円だし壊れてもしょうがないかって思って買ったんですけど、案外ね長持ちしてくれて今までずっと使ってます。さあということで、キョトン顔をしておりますが、私のカバンの中身を全部紹介することができました。 What's in my bag? カバンの中身は何だろうな。楽しんでいただけたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私もガチャガチャ好きだよって人もグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではバイバイピロン。